こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は筋トレで意識すべきポイントトップ3についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。まあ、これはですね、実際に私自身が筋トレを行う上で意識している、まあ、大切にしているっていうことを1位から順番に考えた結果、まあ、この3つになったというところをお話しさせていただきたいと思います。まあ、ただですね、まあ、筋トレの目的って人それぞれになると思いますし、どういった目的かによってこだわりとかというのも変わってくるかと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。1つ目、目的を理解して行うというところです。まあ、これはまあ非常にちょっと抽象的になってしまうんですけれども、例えばまあ今日私トレーニングしてきたんですけれども、今日は胸のトレーニングを行いました。で、インクラインのバーベルのベンチプレスからまあスタートしたんですけれども、この1種目目にインクラインのバーベルベンチプレスをなぜまあ選択して、まあその回数、まあ大体10回ぐらいできる回数でまあ行ったんですけれども、まあ、そういったところを理解して行っているかどうかっていうところが、この筋トレにおいては非常に重要かなと感じます。まあ、単純にベンチプレスがいいと言われてるんでベンチプレスをするとかっていうような、誰かがそういうふうに言われたからそれをするとかっていうふうになってしまうと、その本来の目的っていうことがわからないまま、まあ、行う形になるので、まあ、それが筋肥大の効果であったり、まあ、筋力アップの効果であったり、全然違ってることをしてるかもしれないので、その一つ一つのまあ内容を理解して行うっていうところを一つ目に選びました。まあ、その他ですね、まあ、いろんなトレーニング方法とかあるんですけれども、まあ、よくドロップセット法とかですね、スーパーセット法とかですね、まあ、そういった方法等もあると思います。今日はまあ時間がないからこういうセットの組み方でボリュームを上げようとか、まあ、そういったところも全て含めて、まあ、トレーニング一つ一つに、まあ、自分なりにこう答えというか意味合いを持ちながら、まあ、トレーニングは実施するように個人的にも行っていますので、まあ、皆さんもぜひ今トレーニングされている内容、まあ、こういう理由でやっているということを考えてみていただいてもいいかなと思います。2つ目、正しいフォームで行うということです。で、これも当たり前のことかなとは思うんですけれども、まあ、この正しいフォームって言っても目的によって変わってくるかと思います。筋肥大やボディメイクを目的にする場合は、鍛えたい筋肉に対して負荷ができる限り乗っている状態でその筋肉を疲労させていくっていうことが重要になるので、私自身トレーニングを行う際はそういったところを意識して実施するようにしています。やはりこう重たい重量を持つということももちろんその時々であるんですけれども、比較的やはり正しい動作で行える範囲の重量設定でトレーニングをしています。これに関してはさっきの目的を理解した上で正しいフォームっていうところでトレーニングをするっていうところは重要かと思いますので、目的がですね、マックス重量ですね、神経系をしっかりと刺激して補充量をやっぱり効率的に上げたいということであれば、それによった正しいフォームっていうのも変わってくると思いますので、目的に合わせてトレーニングフォームっていうのを正しく行っていくことを意識していただければなと思います。最後3つ目、動作スピードを意識するということです。スピードコントロールっていうのは、結構重視して意識しています。特に筋肥大を目的とする、トレーニングの場合ですね、こうネガティブ動作、下ろす動作っていうのは、ゆっくり行って、ポジティブ動作っていうのは比較的、スムーズに上げるっていう動作が一般的なんですけれども、基本的にその動作テンポを崩さないように、重量設定を行ってトレーニングするようにはしてるんですけれども、よく言われるこう TUT と言われるタイムアンダーテンションと言われる筋肉の緊張時間ですね、これが1セットのトレーニングで40秒から60秒ぐらいが筋肥大には効果的だというふうに言われてます。それが一番いいかどうかっていうところはまだ正確には言われてはいませんけれども、自分自身のトレーニングをする際に大体2秒ぐらいで上げて
まあ、3秒ぐらいでこうゆっくり下ろすというような、まあ、スピードで、まあ、行うと一番筋肉が疲労するという感覚があるので、まあ、これが早く動かしてしまうとそれ以外の筋肉にも刺激がいってしまって普段よりもなんか回数ができてしまったりとか普段より重たい重りが持ててしまったりとか、まあ、そういうことにまあつながる。でこれはどういうことかというと、まあ、結果的にその筋肉に対して負荷がいってないととも、まあ、言えますので、筋肉の緊張時間を、まあ、10回するなら2秒3秒で1回あたりまあ5秒かかるということなんで、まあ、50秒ぐらいというふうな、まあ、イメージで、トレーニングすることが、まあ、多いです。これは、まあ、種目とかによっても変わってはくるんですけれども、まあ、目的を持ちながら、まあ、正しいフォームで、まあ、行う前提で、あとはこの動作スピードっていうのを意識しながら、まあ、私自身はトレーニングをしているというところです。これは今回お話しさせていただいたことは、私自身が日々筋トレをする上でこのポイントはこだわりながらトレーニングをしているという点をご紹介させていただきました。まあ、皆さんもですね、今回のお話を参考にしていただきながら、トレーニングの目的によってどういったところを意識してトレーニングされているかっていうところを考えていただければなというふうに思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。